沖縄県営鉄道那覇駅構内。右手後方の車庫に2両の本形式が見える。K190 型は、かつて日本国有鉄道の前身である鉄道員に在籍した特殊競技専用タンク式蒸気機関車である。米軍により撮影された瓦礫に埋まった沖縄県営鉄道12弦は、仙北軽便鉄道が1912年の開業時に用意した機関車で、1911年に3両、1913年に1両の計4両がイギリスのエーボンサイドエンジンで製造された。製造番号は1614から1616、1665と推定されている。1919年4月1日に仙北軽便鉄道が国有化されたのに伴い、国有鉄道籍を得たものである。仙北軽便鉄道時代は SKT 形と称したが、国有化後はK190型に改版された。車軸配置0から6から0で、外側式の台枠を持つ、2気筒単式の飽和式、高床13トンのサイドタンク機関車である。ボイラー上には、蒸気ドームが設置されておらず、安全弁も何とも名状しがたい、独特の形状のものが取り付けられていた。買収された仙北軽便線は、翌1920年には、改め機工事を完了し、本形式も不要となった。それに際して、路線延長のため車両を探していた沖縄県営鉄道に、同時に不要となった元仙北軽便鉄道の客車、貨車と共に譲渡された。車籍削除は1921年3月であったが、実際の引き渡しは、同年1月で譲渡のための車籍削除の典型例であった。本形式は譲渡時に鉄道省小倉工場でボイラーの更新を行い、通常の蒸気ドームのついた形態のものに交換された。沖縄県営鉄道移籍後は11から14に改版されている。最後は太平洋戦争末期の沖縄戦により鉄道もろとも消滅した。半分が瓦礫に埋まった12号の写真が残っている。1910年及び1911年に同型機が4両、製造番号1577、1588、1608、1609、製作され、台湾の塩水港製糖に納入されている。ありがとうございます。